BSD, BSD, BS バークリーソフトウェアディストリビューションとは、1977年から1995年まで、カリフォルニア大学バークレー校のコンピューター、システムズリサーチグループが開発、配布したソフトウェア群、およびユニックスオペレーティングシステムを言う。なお、今日、BSD という名称は、同 S をもとに開発された BSD の子孫の総称として使われることもあるが、 このコーデは主に前日の UCB によるソフトウェア群及び OS について述べる。元となったコードベースと設計は AT&T のユニックスと共通であるため、歴史的には BSD はユニックスの主流 BSD ユニックスとみなされてきた。1980年代ワークステーションクラスのシステムベンダーがプロプライエタリなユニックスとして BSD を広く採用していた。 例えば DEC のウルトリックスサンマイクロシステムズのサンスなどである。これはライセンス条件の容易だったためと当時の多くの技術系企業の創業者が BSD を熟知していたためである。それらプロプライエタリな BSD 派生 OS は1990年代にはユニックスシステム V リリース4とオセフ。 一にとって変わられ、どちらも BSD のコードを取り入れており、他の現代のユニックスシステムの基盤となった、後期の BSD リリースはいくつかのオープンソース開発プロジェクトの基盤となった。例えば、フリーブスド、ネトブスド、オパンブスド、ドレアガンフライ BSD などが今も開発中である。さらにそれらの全部あるいは一部が最近のプロプライエタリな OS にも採用されている。 例えば、Windows の TCP、IP コード、IPv4 のミアアップルの MAX である。ベル研究所は1970年代に初期のユニックスをソースコードも含めて配布し、大学の研究者らがユニックスを修正、拡張できるようにした。バークレーでの最初のユニックスシステムは PDP-11 を使ったもので、1974年にインストールされ、 計算機科学科が様々な研究に使用した。他の大学は、バークレーで改良されたソフトウェアに関心を寄せるようになり、当時バークレーの大学院生だったビル・ジョイが1977年、それらを、ファースト、バークリーソフトウェアディストリビューションとしてまとめ始め、1978年3月9日にリリースした。1BSD は、 独立した完全な OS というよりも6エディション、Unix へのアドオンであり、その主なコンポーネントは、パスカルコンパイラ p と G が開発した Line エディタだった。1979年5月にリリースとなった、セカンド、バークリーソフトウェアディストリビューションは、1BSD のソフトウェアの更新版だけでなく、Joy が新たに開発した6エディタ。 X のスクリーンエディタ版と C シェルも含まれていた。2BSD の後のリリースでは PDP-11 アーキテクチャからバックスベースへとプラットフォームが変化している。1983年の 2.9BSD には 4.1CBSD からのコードを含んでおり、それまでアプリケーションとパッチの集まりだったものが初めて完全な OS。 バージョン7ユニックスの修正版のリリースとなった。2BSD の最終版は1992年にリリースされた 2.11BSD である。2008年現在、2BSD 用のパッチ447が2008年12月31日にリリースされており、ボランティアによる保守が続いている。1978年、ユニックスを バックスアーキテクチャに移植したユニックス 32V がバークレーのバックスにインストールされたが、これはバックスの仮想記憶機能を活かしたものではなかった。32V のカーネルをバークレーの学生たちが大幅に書き換えて仮想記憶を実装し、2BSD のユーティリティ群をバックスに移植したものと 32V 由来のユーティリティ群をまとめて、 完全な OS としたものが 3BSD として1979年末にリリースされた。3BSD はバーチャルバックス、ユニックス、またはベミューニックスとも呼ばれ、BSD のカーネルイメージは 4.4BSD までベミューニックスと呼ばれるようになった。3BSD に注目した国防合同研究計画局はバークレーのコンピューターシステムズリサーチグループに 資金提供することを決め、CSRG に DARPA の研究プロジェクトであるのための標準ユニックス、プラットフォームを開発させることにした。1980年、CSRG は 3BSD に様々な改良を加えた 4BSD をリリースした。4BSD、1980年11月が 3BSD に加えた改良としては、すでにリリース済みだった。 CSH でのセンドメールの前進、高信頼のシグナル、カオススライブラリーなどがある。4.1BSD、1981年6月は、バックスの主要 OS である VMS に比べて BSD の性能が悪いという批判に応えたものだった。ビルジョイは 4.1BSD カーネルが VMS といくつかのベンチマークで互角になるまで体系的に 性能強化を施した。当初 5BSD と呼ぶ予定だったが、AT&T がユニックスシステム V との混同を恐れて異議を唱えたため、4.1BSD となった。4.2BSD はいくつかの大きな改修を行い、リリースまで2年以上かかった。4.2BSD がリリースされるまでに、中間バージョンが3度リリースされている。 4.1R は BBN の予備的な TCP、IP 実装を導入している。4 1ビットはマーシャルカーク・マキュージックが実装したバークリーファーストファイルシステムを導入した。4.1C は 4.2BSD の数ヶ月前にリリースされた中間バージョンである。4.2BSD の設計方針を決定するため、DARPA は運営委員会を立ち上げた。委員には ユーシビーから、ボブ・ファブリー、ビル・ジョイ、サム・レフラー、BBN から、アラン・ネメス、ロブ・ガー・ウィッツ、ベル研究所からデニス・リッチー、スタンフォード大学から、キース・ランツ、カーネギー・メロン大学から、リチャード・ラッシット、MIT から、バート・ハルステッド、ISI から、ダン・リンチ、UC ・アルイから、ジェラルド・ J ・ポペックが参加した。 この委員会は1981年4月から1983年6月まで会合を開いていた。4.2BSD は1983年8月に正式リリースされた。実はリリース前の1982年にはビル・ジョイが大学を離れてサン・マイクロシステムズを共同創業している。その後はマイク・カレルズとマーシャル・カーク・マキュージックが プロジェクトリーダー的役割を果たした。また、4.2BSD のリリースと同時に、ジョンラセーターの描いた BSD デーモンというマコットもデビューした。最初の登場は、ユズニックスで配布されたマニュアルの表紙である。4.3BSD は1986年6月にリリースされた。主な改良点は性能であり、 4.2BSD は 4.1BSD ほど性能をチューニングできていなかった。そのリリース前に BSD での TCP、IP の実装は b b n の公式実装から大幅に変更されていた。DARPA は数ヶ月かけてそれを試験し b b n 版より 4.2BSD 版が優れていると結論付け、それがそのまま 4.3BSD で採用された。 4.3BSD リリース後、BSD のプラットフォームを古くなった、b ク x から新たなプラットフォームへ移行することが決まった。当初の68キロベースの Power 6、32、コードメータホエが候補となった、間もなく開発者らがそれをやめた。それでも 4.3BSD タホエという移植版、1988年6月は貴重であり、 BSD における機種依存コードと機種共通コードの分離をもたらし、将来の移植性向上に寄与した。移植性以外にも CSRG は OSI ネットワークプロトコルスタックの実装、カーネルの仮想記憶システムの改良、インターネットの成長に対応した LBL のバンジェイ・コブソンによる TCP、IP アルリズムの改良といった改良をも行っている。 それまで BSD の全バージョンで AT&T のプロプライエタリなユニックスのコードが含まれており AT&T のソフトウェアライセンスを必要としていたソースコードライセンスは非常に高価で第三者からは AT&T とは無関係に開発されたネットワーク関連コードだけをリリースしてほしいと要望されることもあったそこで生まれたのがネットワーキングリリース1で AT&T のライセンスが不要なコードのみで構成されており BSD ライセンスでフリーソフトウェアとして自由に再配布可能とされた。これが1989年6月にリリースされている 4.3BSD レノは1990年初めにリリースされた 4.4BSD として開発中のバージョンの中間リリース的性格のリリースであり その仕様は一種のギャンブルだという意味で、ギャンブルの街リノの、明観している。このリリースは、明確に、パズイィックス準拠を目指しており、ある面では、BSD の精神からかけ離れているとされることもある。というのも、パズイィックスはシステム、V ベースとなっている部分が多く、リノはそれまでのリリースに比べるとかなり肥大化している。外食した NFS も、新機能として含まれていた。 2006年8月、インフォメーションウィーク氏は 4.3BSD をこれまでに書かれた最も偉大なソフトウェアと評した。コメントには BSD4.3 はインターネットの単独で最大の理論的下支えを代表しているとある。ネット1リリース後、BSD 開発者は BSD の AT&T とは無関係な部分をさらにネット 1と同じライセンスでリリースしようと提案した。そして彼は UNIX の標準ユーティリティを AT&T のコードを使わずに再実装するプロジェクトを開始。例えば6は AT&T 由来のエンディングをベースにしていたので全く新たにんびを書いた。18ヶ月で AT&T 由来のユーティリティを全て再実装して置換しカーネルにも AT&T 由来のファイルは数えるほどしかない状態となった。それらのファイルを削除し、1991年6月、自由に再配布可能なほぼ完全な OS であるネットワーキングリリース2をリリースした。ネット2はインテル8386アーキテクチャへの2つの独立した BSD 移植プロジェクトの基盤となった。一つは、 ウィリアム・ジョリッツらによるフリーな 386BSD で、もう一つはのプロプライエタリな BSD 38、386後に BSD、OS に解消である。386BSD 自体は短命に終わったが、間もなく、それをベースとして、ネットブスドとフリーブスドのプロジェクトが始まった。ビスディはシステム V の著作権とユニックスの商標を、 所有する AT&T のユニックスシステムズ、ラボラトリーズとの間で訴訟に見舞われることになった。アセルとビスディの訴訟は1992年に始まり、この訴訟が解決するまで、ネットにの配布は差し止められることになった。この訴訟問題で、約2年間、BSD 系の PC ユニックス開発にはブレーキがかかり、Linux の急激な支持の原因を作った。 リリースされたのは1992年だが、386BSD は Linux より前から開発されていた。リーナ・ストーバルズは 386BSD か GNU ハードが当時利用可能だったら自分で Linux カーネルを作ろうとはしなかっただろうと述べている。訴訟の過程では AT&T 由来のコードがネット2にまだ含まれていることが明らかとなったが、 同時に AT&T が販売しているユニックスシステム V にも BSD 由来のコードがライセンスに違反して使用されていくことからノベルがアセルを買い取った後の1994年に関係者は若い。1994年1月、訴訟は主としてバークレー側に有利な形で決着した。バークレーの配布物である18000個のファイルのうち3個の ファイルの削除が命じられ、70個のファイルにアセルの著作権表示を加えることが命じられた。さらに、和解条件として、近々リリースされる 4.4BSD での、バークレーの所有するコードのユーザーやディストリビュータに、対してアセルが訴訟を起こさないと約束している。1994年6月、4.4BSD は2つの形でリリースされた。 AT&T のライセンスに定触しない 4.4BSD ライトと従来通りのライセンスを要する 4.4BSD インカンバードである。バークレーからの最後のリリースは1995年の 4.4BSD ライトリリースにで、その後 CSRG は解散となり、バークレーでの BSD 開発は終了した。それ以降、4.4BSD ライトを直接あるいは、 間接的にベースとしている派生 OS、フリーブスド、ネトブスド、オパンブスド、ドレアガンフライ BSD などが開発、保守されている。さらに BSD ライセンスの許容型の性質により、フリーなものもプロプライエタリなものも含めて様々な OS で BSD のコードが利用されている。例えば Windows は BSD 由来のコードを TCP、 IP 実装に使用し BSD のコマンドラインのネットワークツールをリコンパイルしたものを Windows 2000で導入した。Apple の Max の基盤となった Darwin も 4.4BSD Lite にとフリーブスドから派生したものである。ソラリスなどの商用ユニックスも BSD コードを含んでいる。BSD は Unix として初めて TCPIP スタック バークリーソケットを搭載した。ソケットをユニックスのファイル記述子と統合したことで、ネットワーク経由のデータの読み書きをディスクアクセスのように容易に行えるようになった。それに対して AT&T は Streams をリリース。機能的には同等で、アーキテクチャは Streams の方が優れていたが、ソケットの方が先に普及しており、意図的に使用する。 システムコールを別の名前にしたため BSD 系では、それらシステムコールがサポートされず、結果的に API として普及しなかった。バークリーソケットをターボパスカルで書き直したものが後に Windows95 に取り込まれ、現在の Winsack2 の元となった。今でも BSD は大学などで、技術的叩き台として使われている。商用製品やフリーな製品でもよく使われており、 組み込みシステムでの採用もある。ソースコードの品質が一般に高く、文章、特にマンページと言われるオンラインマニュアルも揃っているため、様々な用途に利用可能である。BSDKOS はバイナリ語管レイヤーを使って、同一アーキテクチャの異なる OS のソフトウェアを動作させることができる。これはエミュレータよりも高速で単純であり、 例えば Linux 向けのアプリケーションをほぼ性能低下なく動作させることができる。最近の BSDKOS は IEE、ANSI、AN ISO、SI、IS PASX などの標準に準拠しつつ、BSD の伝統的振る舞いを維持している。AT&T の元々のユニックスと同様、モノリシックカーネルであり、デバイスドライバは特権モードでカーネルと共に動作する。 BSD は様々なオペレーティングシステムの基盤となった。最もよく知られているのはオープンソースのフリーブスド、ネトブスド、オパンブスドであり、それらはいずれも 386BSD と 4.4BSD ライトを起源としている。ネトブスドとフリーブスドは1993年にプロジェクトを開始しており、当初は 386BSD をベースとしていたが、 1994年に 4.4BSD ライトのコードベースに移行した。オパンブスドは1995年にネトブスドからフォークした。この3つの BSD の子孫からさらに様々な子孫が分岐しており、ドレアガンフライ BSD、フリースビー、デスコータープブスド、トルースなどがある。これらはそれぞれターゲットとするシステムが異なり、政府機関、大学、 企業などで普通に使われている BSD またはその子孫を起源とする商用 OS もいくつかありサンのンス、Apple の Max などが挙げられる最近の BSDKOS の多くは Max を除けばオープンソースであり BSD ライセンスで利用できる Max とドレアガンフライ BSD はモノリシックとマイクロカーネルの中間であるハイブリッドカーネルが 多くの BSDKOS はモノリシックカーネルである。オープンソースの BSD プロジェクトではカーネルとユーザーランドのプログラムやライブラリを一緒に開発していることが多く、ソースのリポジトリはそれらを共通して管理している。BSD はかつてプロプライエタリなユニックスの基盤としても使われていた。例えばサンのサンス、シークエントのダイナックス、ネクストのネクストステップ。 DEC のウルトリックスとオセフ一アクスプ、あとのトゥルー64ユニックスがある。例に挙げたうち、今も本来の形態でサポートされているのは最後の一つだけである。NEXT のソフトウェアの一部は MAX の基盤の一部となった。商業的に最も成功した BSD の子孫は MAX と言える。以下に BSD の子孫であるユニックス KOS の例を挙げる。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。